こちらが今回新しく NAB で発表いたしましたカラーナビゲーターネットワークというクラウドベースの、モニター管理の、サーバーソリューションになります。特徴といたしましては、クラウドベースでウェブブラウザー、標準のウェブブラウザーでユーザー ID とパスワードで入れると。で入ったところでそこに接続されているモニターの情報がすべて確認できると形で、今このブースでは今3台実際にインターネット経由でつながっているんですけども、例えばそこの CG27 インチの方、例えばモニターのインフォメーションですね、シリアルナンバーであるとかファームウェアのバージョン、使用時間、キーロックの状態、こういった基本的なアセットの情報からですね、例えば今実際どのプリセットモードが使われているか、でさらに例えばここからクリックして入っていきますと、ターゲットとなる輝度、コントラスト、ホワイトポイントですとか、実際の結果がどうであったか、こういったものがすべて一箇所でまとめて確認できるという形で、今までクライアントでしか確認できなかった情報がこちらのブラウザーで確認できると、それに加えてですね、私どもの最新技術すべてですね、ビルトインスイングセンサーという形でモニター側にキャリブレーションできるデバイスを内蔵しておりますので、それを最大限に生かすということで実際にこちらの方で、キャリブレーションのターゲット、例えば、今回この10台のモニターに対してプロジェクト A という全く同じ、モニターのキャリブレーションターゲットを適用したいというときに、こちらの方でですね、例えばちょっとお見せします。モニターの設定のテンプレートというものを簡単に作れるんですね。でこれは何個もソフトウェア上でいくつも違ったプロジェクト、例えばプロジェクト A、プロジェクト B、という形で使えまして、実際にじゃあ例えば NAB2014 というテンプレートで、今回は NAB14 というプリセットを作ろうと。でこれに関して、実際にターゲットは120カンデラに設定して、色温度は6500という形で、ここでまとめて設定したものを例えば10台100台、同じグループのモニターに一斉に送信して、モニター側でキャリブレーションを実施するということができます。これによってですね、どのプロジェクトでもやはりデザイナーなり制作者の方が常にやっぱり誰もが同じ色を見ているということを、簡単にこちらの、ウェブブラウザーの方で確認できるというのが一つ、業界初の大きなメリットになっております。もうそういった形でですね、同じ色を皆さん見ている、リモート遠隔地でも同じ色、同じ絵を見ているということで、より業務の効率化、色の関するコミュニケーションについて絶対的に確信を持って仕事を進めていただけると、そういう形が今回新しくご紹介したい内容になっております。今回これ実際にいつ頃からこういうクラウドサービス始める予定とかっていうのはもう決まってるんですか？北米の方になりますけども、今回アナウンス始めてですね、初めの3ヶ月4ヶ月は、まずはベータテスタープログラムという形で、こういったサービスをもともと必要とされているようなお客さんにフォーカスしてベータ のプログラムを作りまして、ここで意見をより吸い上げていこうと。でその意見をもとに、サービスの開始時期であるとかどのような形態でサービスするのが一番お客さんにとって喜んでいただけるかという形で立ち上げる予定になっています。